今回はパークワークスのトレイルバンク S サイズを紹介します。ハイキング用の三つ折りの財布です。特徴はこの上にカラビナがついてます。バックパックのポケットについているこういったキークリップと連結して落とさないようにすることができます。背面には小銭入れもついてます。広げてみますとこれぐらい広がる小銭入れ、結構入ります。結構入れても余裕で閉まる。コインケースもメッシュ製で開けなくても入ってる小銭が見えるのでかなり使いやすいです。5円、10円、100円、なんとなくでも払えるかどうかが直感でわかる、そんなコインケース。開けてみてもこんな感じで見えやすいのが特徴です。オープンクローズはベルクロ式です。こちらにカードスロットが3つで、今1枚と真ん中には3枚入れてます。でこちらに2枚、でも余裕で収納することができます。でお札入れで、こちらにはお札を押さえたりするハイパロン製のテープがついてます。お札を押さえてもいいし、領収書などを押さえてもいい、そんなハイパロンがついてます。で三つ折りでとてもコンパクト、カードと比較するとこのサイズです。カードよりも若干大きいぐらい。重さを測ってみますと 28g。 やっぱりこのカラビナがついているのが便利です。他のアウトドア用のコンパクト財布を紹介しますと、こちらはモンベル。モンベルは残念ながらこのロックするところがないです。あと自分の癖として左手から開けるんですが、そうするとお札が下になる。少し癖はあるんですが超軽量で、この薄いのが特徴です。あとこちらのキーホルダーのような財布、サイズとしてはこんな感じ。財布というか小銭入れというかキーホルダーのような財布で、ベルクロ式で4つ折りのお札を入れるだけです。ウィルダネスウォレット、4つ折りのお札を入れて小銭を適当に入れて、でもちろんカードも入れることができます。こんな感じ。本当に念のため用に持っていくときに使ってる財布です。今回はパーゴワークスのトレイルバンク S サイズを紹介しました。